株式会社長野放送は長野県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は NBS で FNNFNS 系列のフルネット局中南紳士社が入居するビル企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの。出展 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2015年3月31日、ふとじは、字幕放送制作局の表記のない番組は、フジテレビ制作。2020年4月現在は、放送なしかこの差し替え番組フジテレビ系列のリモコンキー ID 地図。 リモコンキー ID は82011年7月24日、低波時点山の内、赤品は共に VHF による中継局である。ハイビジョンカメラ1972年2月28日、長野県北作郡軽井沢町で起きた連合赤軍浅間山荘事件で、富士テレビと協力して犯人逮捕連行の模様を生中継するという、報道史上に残る快挙を達成したが、 これは当時の NBS のテレビ中継者が未だにカラー化されずモノクロであった状況が逆にプラスに作用した。その時の模様の一部は後に NHKBS2 の BS スペシャル青春 TV タイムトラベル第2回1972年2月28日テレビの一番長い日ニュース映像の衝撃連合赤軍浅間山総事件に関係した。 tb マンたちのツイタでも NHK 及び民放各局の当時の VTR をはじめとする映像と一緒にまとめて紹介され、その際そのスクープ映像の VTR も一緒に放送された。当時、系列キー局の大半が全番組のカラー化を完了していたが、当時の地方局のカラー化の事情については、地方局がどの系列局に属するか、また放送局の事情などでも、 大きな違いがあった。新越放送は1958年にテレビ放送を開局した長野県の老舗の民放であり、ニュースネットワークは TBS 系の JNBN で同組織の方針も手伝い、カラー中継車をはじめとするカラー放送設備もすでに完備していた。しかし NBS は1967年の UHF 第一次、 チャンネルプランに基づき1969年に開局したテレビ局で NBS を含めこの頃から相次いで開局した地方の民放 UHF テレビ局のほとんどは未だにカラー中継車を導入しておらずモノクロの中継車しかなかった。この事件の生中継でも NHK 及び SBC は当然カラー中継で NBS はその点では不利な状況に置かれていた。 しかし、NBS は、ニュースネットワークが、開局時から、富士テレビ系列の FNN のみであることが、この事件の報道において、最終的には、スクープ映像を生み、こうそうした結果となったのである。実験当日、すでに NBS は、FNN としての報道取材の協力体制を、確立し、テレビの生中継はメインを、富士テレビが、自社のカラー中継車で行うこととし、 NBS では、フジテレビが放送している事件の模様の生放送を、放送回線を通してそのまま放送する状況だった。しかし、当時は、カラー放送が普通である時代に入っていたため、フジテレビ FNN では、NBS のモノクロ中継車の扱いをどうするのかが問題となっていた。一方で、当時のカラーカメラは、普通、モノクロカメラの最低、約2倍もの照度がなければ、 映像として映し出すことができない性能であり、それはその裏を返せば、モノクロならば映し出すことができる焦度が、カラーのそれより低いということになり、その点においては、モノクロカメラにまだ分があった。そんな中、すでに、富士テレビでは当時モノクロのハンディ型の、高感度カメラを所有していたため、後の犯人が連行される現場にそのカメラと、NBS のモノクロ中継車を配置する判断がなされ、 結構。そして18時過ぎに犯人連行の瞬間の模様を撮影し、それがフジテレビ FNN を通じ全国に生放送された。その時の判断を記す文献が NBS が1989年に発行した写真、長野放送を20年の歩みに掲載されており、犯人逮捕が夕方になると判断した中継スタッフは日照時間を調べカラー放送は無理と判断。 そこにちょっとした偶然が重なった。というのも、長野放送は当時カラー化を進めていたが、その現場に出ていた中継者はまだ白黒用だったという一文が書かれている。さらに、前述の NHKBS2 の青春 TV タイムトラベルの中では、スクープを撮影した当時のフジテレビのカメラマンの証言が放送され、それによると配置された後、長い時間、 下にいるスタッフに足を抱えられながら持ち上げられて前に述べた当時としては小型のハンディカメラを抱え続けながら長時間待ち続けてスクープ撮影に成功したのだという一方当時唯一のライバル局の SBC はすでに自社創出番組のカラー化を完了しておりカラー中継車をフルに使うなどものすごい意気込みで事件報道に取り組んでいたが NBS が快挙を達成した日にはカメラマンが銃撃されて負傷、挙句の果てには犯人逮捕連行の瞬間も逃すという大失敗に終わった。2001年に発行された同社の写真、新月放送の50年には残念だったのは現場に中継用の高感度カメラがなく生中継で映せなかったことである。とあり、NBS とフジテレビが協力して行ったスクープが いかに歴史的なものだったかの証明になっている。一方、スクープの撮影、生放送を行ったフジテレビでは、これを機に報道に力を入れるようになったと当時、フジテレビ職員であった比エ久ヒが前日の NHKBS2 の青春 TV タイムトラベルの中で述べていた。ありがとうございます。